もうダメだ、おしまいだ。ありのまま今起こったことを話す。最後の事務編に挑戦しようと思っていたらいつの間にかかってしまっていたんだ。え、な、何を言っているのかわからねえと思うが、俺も何をしたのかわからなかった。その勢いのままポケモンリーグ前のライバル戦、何度も敗北する中ようやくラストのリザードンまでたどり着くと、火炎放射急所はあかん、残り少ないすごい傷薬を使い体勢を整えようとするも、ここでまさかのやけど。しかし倒しきれれば、いつものミリ残し、状態異常と HP 全開にする回復の薬を使用。あれれ、おかしいぞ。回復してもすぐに大ダメージ、リザードン戦だけでこれだけ回復アイテムを使うことになるとは。勝つには勝ちましたが先が思いやられますね。ごめんね、弱くて。ライバルとの熱戦烈戦超激戦後、チャンピオンロード全速前進だ。思ってたより早かったな。はい、速攻クリア。今回からいよいよポケモンリーグへ挑戦していきますよ。さて、ポケモンリーグの本拠地石英高原到着時のステータスをまずは確認。この後はザマシンを使いますが、まずは現在のステータス確認です。その間に縛り内容もおさらいしておきましょう。最小戦闘回数でゲームを進める。野生ポケモンゲット禁止、アイテム購入禁止、戦闘中のドーピングアイテム禁止、不思議な雨禁止となっております。死んだんじゃないの？そうですね、ポケモンリーグに挑む上で回復アイテムが残りわずかな点と、戦闘強化アイテム禁止は厳しいです。とりあえずリーグ戦前に道具の整理整頓を行いたいと思います。パソコンに使えるアイテムはあまり残っていませんが、やるだけやってみるわよ。初代ポケモンだと持ち運べる道具は20個だけです。リーグ戦で使えそうなアイテムの選別を行い、リーグ戦用に温存しておいた技マシンを使っていきますよ。そして十数年の月日が流れた。いや、まあ実際は30分ほどです。あまりに画面映えしなかったので、アイテム整理のシーンはカットです。カット。準備完了後のステータスを確認してみましょう。不思議花と EV、オムナイトは変化なし、ラプラスとプテラだけ少し変化しています。ラプラスはマックスアップなどを使用し、 HP と素早さを1上げ、歌を忘れさせ10万ボルトを覚えさせました。え？歌を忘れさせるのは団長の思いですが、四天王を制覇するための策です。まあ眠らせてずっとオラオラばかりでは芸がありませんからね。仕方ありません。あ、プテラの変更点は大文字を覚えさせたことだけです。相手を火傷状態にできれば強行と思い覚えさせました。それ以外は変化なしです。オッケー。それではポケモンリーグへ全速前進だ。あ、道具一覧を見せるの忘れてました。アホだなお前。はい、リーグに挑む直前の道具一覧はこちらです。 HP 回復アイテムは全部で8個、不安しかありません。あ、戦闘強化アイテムや不思議な雨は縛りで禁止しておりますが、本当にどうしようもなくなった時は解禁しようと思い、一応手持ちに入れています。ご了承ください。一度ポケモンリーグに挑戦した場合、クリアするか全滅するしか脱出する方法はありませんからね。途中レポートをした場合、マジでクリアできず積む可能性があります。万が一を考えて、不思議な雨とドーピングアイテムを持っていくわけです。はい、これが生き残るための俺のあがきだ。さて、それはともかく、いよいよポケモンリーグ、いっちょいくぜ。先発は呪言レベル54、こちらはラプラスレベル35で応戦。カンナ専用にラプラスに覚えさせた10万ボルトでガンガン攻めていきますよ。OK。最初の攻撃で麻痺にするとは、勝ったな。これは幸先がいいですね。しかしこのままいけると思いきや、いい傷薬、倒しきれると思ったところでの回復は辛い。しかも、ん？何これ？眠るで HP 全回復し、さらに状態異常も回復。せっかくの麻痺状態も解除されてしまいました。チソーレー！まあ、回復こそされてしまいましたが、眠っている状態が続くので、その間に倒してしまいましょう。もっともなご意見ですな。呪文を無事撃破。お次はパルシェン。防御は初代トップですが、特殊はそれほど高くありません。あ、ちょっとディスったらこれですわ。しかしさすが私のラプラス、効果的に10万ボルトを当ててくれました。しかも麻痺、さらに混乱解除。これはカンナ一発クリアの流れが来てますね。もっと苦戦するかと思いきや、パルシェンも撃破。四天王カンナは氷タイプ使いですが、基本的に水複合タイプを使ってくるので10万ボルトが効果的です。しかしこのヤドランはヤバいです。何がヤバいって、はい、ド忘れは特殊が2段階上がる技です。今でいう特攻と特防が各2段階アップ。早めに倒しきらないと手がつけられなくなります。うん、すでにヤバい。しかしなんとか麻痺にはできました。
あと10万ボルト2発で倒せそうですね。あと1発。しかし10万ボルトの PP が残りわずかです。そしてここで判断ミス。この HP なら波乗りで倒せると思いきや。ザーザー！はい。マジで言い訳しようがないくらいのミスです。仕方ないので10万ボルトで攻めるも。連続で回復。ちそうねー！10万ボルトの PP 節約のつもりが、結果的に PP を使い切る羽目になってしまいました。まだ水氷複合タイプのカンナのラプラスが残っているんですけどね。ああ、そうでしょうね。ラプラスの前にまずはルージュラです。氷エスパー複合タイプのルージュラにはこちらからの有効打はありません。せめてタイプ1の波乗りでダメージ量を稼ぎましょうか。知らねえぞ、ダイヤが飛び出してきたっていう。結構なダメージと思いきや急所でした。やはり倒すのに苦労しそうです。さらっと流しはしましたがのしかかりはやばいです。3割の確率で麻痺にされるのがマジでやばい。なんでも直しは一つしかありませんからね。麻痺らないことを祈ろう。フラグ。はい。私の動画の得意技。ミリ残し。なんだよ。そんな目で見るなよ。マジで倒しに行った結果がミリ残しです。はい。さて、このまま倒してもラプラス戦で自利品です。すべての技の PP 回復といきましょう。と思っていたのですがここでミスが発覚。PP 回復アイテムの効果を勘違いしていました。え？ PP リカバーは一つの技の PP が全回復。PP エイダーはすべての技が10回復。そういうことになっていたとは、知らなかった。アホだなお前。はい。マジでやってしまったと思いここで固まっておりました。道具の準備に30分ぐらいかけたにもかかわらずこの手いたらく。まあ普段のプレイだとあまり PP 回復アイテムは使いませんからね。勘違いしても仕方ないね。と、全力で言い訳を言っておきましょう。バカげてるぜ。はい。それはともかくバトルに戻りましょう。往復ビンタだけなら問題なかったのですが、暴れるでかなりのダメージを受けてしまいました。数少ない回復アイテム使用直後に半分削られることになるとは。しかし。ん？何これ？暴れるで混乱状態になっていたルージュラですが、勝手に自滅してくれました。さて、カンナのラストはラプラスです。ラプラス対決となるわけですがレベル、HP とこちらが非常に不利です。ですが、ラプラス以外の手持ちでは相手になりません。厳しい戦いになるとは思いますがこのまま連戦です。倒すのに5、6発はかかりそうですね。で混乱はあかん。混乱状態でレベル差20のラプラスとの戦闘はさすがにきつい。勝てるわけがないよ。ここで急所とは素晴らしいぞラプラス。さらにのしかかりも耐えた上麻痺にもなってない。これなら、は？このタイミングで外す？バカな。命中100の技を外す確率は256分の1、0.4% です。それをこのタイミングで引くとは、いや芸人じゃないんだから引かなくていいんですけどね。仕方ないのでオムナイトを生贄に捧げ、ラプラスを蘇生させるぜ。元気の塊を使い、ラプラスを全開蘇生。こういう攻撃を外すのはラプラスの時にしてほしいものです。あ。そんなことを言っていたら命中が不安定なハイドロポンプを当てられてしまいました。しかしオムナイトのおかげでラプラスが復活しております。頼むぞラプラス。あ、先ほどのフラグ回収。しかしカンナのラプラスは撃破に成功。この私に逆らおうとは100億万年早いわ。何度も敗北することを覚悟していましたが、無事一発クリア。しかし、最後の最後でラプラスを麻痺状態にされたのはまずい。何でも直しは一つしかありません。勝つには勝ちましたが後でどうなることやら。それはともかくバトル後のステータス確認です。一度10万ボルトの PP を使い切ることになってしまいましたが、PP リカバーで全回復。カンナ戦だけで実に19発もの10万ボルトを打っていたんですね。EV、不思議バナ。プテラは参戦してないので特に変わらず。オムナイトはラプラス蘇生の足がかりになってくれました。マジでありがとう。しかし、蘇生アイテムに限りがある以上、オムナイトをポケモンリーグ中に復活させることは、神は言っている。ここで死ぬ定めと。残りの手持ちアイテムはこんな感じです。PP 回復アイテムは勘違いしていましたが、すべての技の PP が最大まで回復する PP マックスは持ってきているので、まあなんとかなるでしょう。それでは四天王二人目、芝に挑んでいきましょうか。その前に回復と技マシンを使っていきましょう。しかし、ここでもミスが発覚。何？なぜか私、ラプラスがメガドレインを覚えられるものだと思っていました。
私の動画の一つに、目のクラゲレベル5短期でポケモンリーグ制覇、というのがあるのですが、多分それの影響でラプラスも覚えられると勘違いしていました。寝言言ってんじゃねえよ。はい、露骨な宣伝を挟みましたが、勘違いをしていたのはマジです。自分でも救いようのないアホなことをしてしまったと思ってます。だが私は謝らない。結果的にカンナは突破できたわけですからね。ということは、私は何も間違えないってことになるな。というわけで排水の陣、レポートを書き込みます。これでリーグ制覇するまで出ることは許されません。それでは芝戦の準備に戻りましょう。いい傷薬と何でも直しをラプラスに使ったので。はい、体調は万全です。そしてポイントアップをラプラスのサイコキネシスにしよう。技の上限回数がアップするアイテムです。カンナ戦では10万ボルトを打ち切ることになってしまいましたからね。技の上限回数そのものを上げて PP 切れしないで済むようにします。ポイントアップは一つの技に3回まで使用可能。最大回数使用したのでサイコキネシスの PP が10発から16発に増えています。それではラプラスの準備は完了。四天王二人目芝戦。全速前進だ。芝は主に格闘タイプ使いです。しかし初代では格闘タイプがまだ少ないからかイワークも2体使ってきます。イワーク、地面岩の複合タイプ、水が4倍弱点。ラプラス、タイプ一致の波乗り、水タイプの技。あ、バカげてるぜ。はい、4倍弱点となればラプラスは一発で倒してくれます。あれですね、サカキ戦のサイホーンやサイドンを思い出します。2体目はエビワラー、格闘タイプの弱点、エスパー技のサイコキネシスで攻めますよ。ん？何これ、マジかよ。エスパー技最強のサイコキネシスとはいえタイプ不一致の技ですよ。これだけのレベル差がありながらまさかこれほどのダメージを与えてくれるとは。2体目のエビワラーも楽に突破。カンナ戦に続きこれは芝戦も一発で突破できそうですね。はい、生言ってすみません。考えてみれば氷タイプに格闘タイプの技は効果抜群でしたね。さて、カンナ戦同様ラプラス蘇生のために生贄が必要ですね。ああ、そうでしょうね。頼みますよ EV。 お前たちには給料分しっかり働いてもらう。 EV が場に出ている間にラプラスを蘇生、ついでに砂かけのデバフを狙います。時間を稼ぐのはいいが、別にあれを倒してしまっても構わんのだ。はい、さすがに EV が沢村を倒すのは無理ですね。しかしラプラスの蘇生に加え砂かけで命中ダウンはできました。これなら、さすがに一発は無理ですか。しかし次の攻撃で倒せそうですね、食らわなければ。あ、攻撃を外しただけでなく地面に激突してダメージも受けてくれましたね。それはともかく、レベル38に上がったことでラプラスの代名詞冷凍ビームを覚えました。四天王最後の一人、渡る戦では特に重宝することになるでしょう。さて、4体目はまたしてもイワーク。これは、はい、楽勝です。さあ、芝のラストは怪力。ラプラスの弱点でもある格闘技地獄車が怖いところですが、え、睨みつける。おきどき、うん、なんか勝っちゃいました。まあ一発で勝てたのは何よりですが、もっとこう盛り上がるシーンをね。気にするな。はい、それはともかくバトル後のステータスを確認してみましょう。10万ボルトを忘れさせ冷凍ビームを覚えさせました。これがありゃ心配だね。 EV もオムナイト同様、ポケモンリーグ中の復活は、うん、元気のかけら、元気の塊にも限りがありますからね。仕方ないね。それでは四天王二人を倒したところで今回の動画はここまでとなります。次回は四天王三人目キクコ戦からとなります。あ、残りの道具はこんな感じです。ここまでは想像していた以上にスムーズに来ることはできましたが、ここから先は果たしてどうなることやら。それでは次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。